よし、行くぞ、超 G 級だぞ。そんなんで降臨勝てるのかよって来てますよ。いや、クーフーで現代の降臨に挑まないでしょ。現代のあれはね、2年前だよ。じゃあこれでいきます。皆様、キューバイパーティー、特段 2way に特化したわけでもなく列に特化したわけでもない、キューバイパーティーというものを見せてやりますよ。参ります。5000 特段今ガチャ限定いたけど、まあいいかも。あ、これはあのガチャ限なしとかではなくてもです。うわー3、3、17、13、13、3、頭が痛くなりますね、13だから、参ります。衝撃。スキル貯めます。よし、素晴らしいじゃないか。あ、いい感じ。うわ、超いい。この BGM 何これ。では心がポカポカしてきますね。何真央ちゃん笑ってんだよ。これ樽爆弾とか食らいたくないんですけど、75% ダメージ。でもハートたくさんあるからいいか。よし、行きます。結構慎重だな。いい感じ。あ、お疲れ様でした。久しぶりにスキルダメの緊張感。それで緊張するっていうのは村井さん流ですよ。いきます。はい、前、これはもう攻撃します。回復しつつ攻撃します。いきます。ここをとりあえず突破しましょう。これでフレンドの空腹で16万。バトル3、気含ませて3コンボぐらいですかね。3か4か分かんない。いきます。はい、これでどうだ。おお、あいつ優しいな。あいつ弱いだろ。参ります。弱いだ。で、次がちょっと中ボスクラス。まあ、いいの来ました。ラッキー。あと2、HP が99万。私のパーティーが割と木が多いんで、結構これはこれで強い。クーフー1枚使います。攻撃体制木発動。お、参ります。さあ、木を4つ消し2枚入れて、この強さどうだ、コスケ。弱いっすね。木の4つ消しを2個入れて、これだぞ。さすがもう化石ですね。これだ、コンビネーションアタック23,499食らったら死ぬからな、私。あれ、やばくない、これ積んだんじゃない。あれ、積み、まさかのエンシェント。
ドロップ変化器発動。いやーこれなんか通常受けとか通常受けるか2ターン待つか。なんかや変に刺激しちゃった方が強攻撃しちゃうと思うんで、変に刺激しない方が。はい、じゃあ変に刺激しないパターンでいきます。参ります。これボス前のあの攻防具のやつ処理できます？威嚇です。あーなるほどなるほど。でもなおクラピカと何ターン？なんだ、ね、ちなみにこのクラピカはスキルマスっすよ。スキルマのクラピカですよこれ。これ編成した時点でダメでしたね。何言ってんだ、これでゼウス倒したんだこのチームスキルブーストとかいるのかな。なんかいなそうな気配だな。1234 1234 1234。おーし、参ります。攻撃を入れてコンボすれば処理できます。さもなくば死ぬ。はい、でも処理できます。参ります。いいですね。はい、完璧。うん、そしていい回復力。あれ威嚇全然たまってないですね。威嚇たまってない。これおダメージはいくら万円ぐらいですか？8033。あー大丈夫ですね。え、威嚇はあとどれくらいなんですか？ん？威嚇はあと何ターンですか？5です。舐めてんすか？もう一体は1です。あーいいですね。1です。はい、この子が防御力が6万なんで貫通しようと思えば貫通できるんですが、こいつ防御力6万。え、60万です。はい、ですよね。このパーティーだと60万は出ません。そうですね。はい、無理ですね。だから2体攻撃に2個持ちのキャラいたらまだワンチャンスあったと思うんですけど、もうノーチャンスですね。ノーチャンス。攻めます。あれ、水が走り決めてね。あー怖い、あー死ぬ。で、遅延ですね。ここでメロディーウィング発動。火、火、闇です。参ります。さんやっちゃいましたね。やっぱりえ、なに、なに、二分割しちゃったら、あれはもったいなかったですね、木の二分割が。 Why? Why? ここで変換使いますか？使わない。死ぬ？ Yeah? 死ぬなくない？大丈夫ですか？知らないよ。じゃあ、回復しながらですね、行きましょう。回復2コンボ、行きます。はい、ただ次多分バインドが来るんだよな。クラピーカーが残り3ターン来た。むしろバインドを食らってゆっくり行こう。参ります。いい感じ、いい感じ。ほら、じゃあもう一発もらって、もう一発もらうよ。はい、1コンボぐらいでいいですか？光の1コンボぐらいでいきます。
クラフトがバインドされなくてよかったです。そこに気に来るな。よしよし。で光1コンボで受けれます。光1コンボで受けれ。回復1コンボでいいね。怖いね。いや受け、あそれ以上のダメージがないのであれば受けれる。光1コンボ。光1コンボ。はい。光1でいい。参ります。消えてたけど、OK、1? あ、でも CM はちょっと入ってたんで、この BGM がさ、入りがドリフのテーマに聞こえない。確かに。タッ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 タラタッタッタッタラタッ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 タラタッタッタッタラタッ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 状態異常無効ないんで、一発受けれるのであれば受けちゃいます。一発受けれます。じゃあ受けましょう。怖いんでやめます。ジャッジメントチェーンいきましょう。ジャッジメントチェーン発動で、闇ドロップの処理を。あー闇ドロップどうしよう。火力ダメージソースに入れます。いや入れない。入れないのであれば、闇ドロップのみ処理しちゃう。闇ドロップの水も消しちゃっていいかなと思います。闇&ワロ参ります。いいですね。いくぞ。ポクフのみでいきます。攻撃対戦機発動。メロディーインク溜まってればドロキオできたのに。グリーンクレスト発動。おそらくこれが本日私の最大火力。すごいな。ドリフにしか聞こえなくなってきた。もうドリフのテーマに聞こえた。3倍3倍 2.5 倍で何倍ですか。24倍。3倍3倍 2.5 倍。各自計算ください。参ります。いいっすね。いくぞ。はい。わーお、さっきの四つ消しがかっつり勝ったかもしんない。あ、いっせい。おコスケのクフリンが81万出していましたね。あ、びっくりした。すごい。え、勝った。うん。え、ぶっちゃけていい？ぶっちゃけていい？私今日 G 級クフパで2回負けとんねん。これが削れなくて、あのジャッジメントチェーンの4ターンで全く削れなくて。あ、別のクフでしたよね。使ったクフが、あの 80% 以上じゃないとダメなクフだったんですね。あの4つ消し4つびっくりしましたね。あれ。あと1個ドロップが多かったら組めない。そんなこともないか。やれ、普通にうまくバラせば組める。最大18個でも、ね、ギリ組めるか。いやー素晴らしい。ただあのデルカドさんがやばかったね。エンハがね、うん、そうですね。あのエンハがない時に4つ消しがあれだけ4つですか入ってる状態で 2.5 倍を拭いたとしたら、フレンドの工夫が81万出てたんで 2.5 倍出てなかったとしたら20何万。そうですね、いい感じですね。そうなんですよ皆さん、そんな火力でございました。でもまさかね、このパーティーで400万ワンパンできると思いませんでした、ね、ワンパンはすごい。リザルト見ましょうか。あ、リザルト見ますか。はい、行きましょう。リザルトこちらでございます。まさかこれレア度が低いから、もしかしたら行っちゃったんじゃないですか。いや、レア度低くはないですよ。行っちゃったんじゃないですか。いや、行かないと思うよ。スキルダメのところでやっぱり平均コンボがかなり下がっちゃってるんで、多分きついですね。あー平均コンボが落ちてるなきついな。あ、今回もこういう感じね。うん、すごい平均4コンボ。はい、お疲れ。はい、お疲れ様でした。そんなわけで私の1個目、アイルームのデラックスコラボ空風でございました。ありがとうございます。